ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。感謝でございます。はい、えー、こちらはね、えー、寝屋川市にあるね、寝屋川沿いのね、えー、川沿いのね、道路でございます。はい、えー、こちらはね、えー、第二県派の下をね、 くぐるね、えー、暗渠の部分になってます。はい、えー、高速道路はね、信号がありませんが、一時停止のね、標識があります。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのね、一時停止ね、えー、自転車はね、えー、ほとんど止まりません。えー、フリーパスでね、 ジャッと行かれますよねえ。軽車両なんですからね、一旦停止をする、ね、義務はあるんですけどね、自転車はね、手軽な乗り物ですからね、ほとんどの方はね、止まりません。はい、今、軽トラね、えーえー、軽貨物ですかね、この方はね、しっかり止まられてますよね。安全確認はされてます。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは、自転車はね、もう、 過ぎかってにいきますよね。とまりませんよね。はい。子供乗ってましたよね。お母さん大丈夫でしょうかね。はい。この車はじわじわ行っちゃいましたね。はい。この車もじわじわ徐行しながら行っちゃいました。この車はね。止まってませんよね。はい。徐行と一時停止は違います。 いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。感謝でございます。はい、えー、制限速度40って書いてましたね。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもご視聴いただき感謝でございます。 はい、この車ね、いつもここに止まってますよね。ゴミもこんなとこに出てますよね。通りにくいですよね。はい、私はね、高齢者ですからね、歩道を走行しておりますがね、えー、自転車歩道を走行するときはね、時速7キロ以下っていうかね、あんまりスピード出したらいかんのですよね。この間初めて知りましたよ。はい、みんなね、すごいスピードでね、走ってますよね。はい、ここはね、 自転車ね、通行かの歩道になります。自転車はね、どこを走行するかというとね、車道寄りを走行しなければなりません。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いろいろね、制限があるんでね、道路交通法を覚えとかないとね、えー、切符切られちゃいますからね。 はいいつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミはたからチャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちら横断歩道になりますね。はい、えー、自転車を降りてね、押して渡ります。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミはたからチャンネルでございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。感謝でございます。 はい、えー、新緑の季節でね、えー、いい気候ですが、あーもうね暑いのでだけ叶いませんよね毎日毎日暑いですからね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。いつもご視聴いただき感謝でございます。 はいえー、変わり映えのね、市内、えー、風景でございますがね、えー、こちらはね、えー、住宅が、ね、抜けてね、えー、裏道になっております。この裏道もね、自転車、勢いよく来ますからね、時たまね、単車もねもヨおんって来ますから、気をつけとかないとね、正面衝突する、ねえー、危険性がありますね。 もうスピード緩めずにね、自転車ね、曲がってきますからね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゴミはタカラチャンネルでございます。いつもご視聴いただき感謝でございます。最後までね、ご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ゴミはタカラチャンネルでございました。